草鷹ならやるなっていうのは自分たちはもう間近で見てたので思いましたけれども、あんなにガッツポーズしてなかったのになって思う時があるんですよまあシーズン自分よく一緒に見てても初めは1ヶ月眠ってる状態が多いです。まあ、昨年までオリックスに所属されてた吉田選手が、まあ、メジャー1年目というところで、はい、コーチ目線でどういうふうに映っていたのかみたいなところも伺えればなと思っているんですが、正尚ならやるなっていうのは自分たちはもう間近で見てたので思いましたけれども、やっぱり移動とかピッチャーの違いとかでどうなるのかなと思ったらやっぱりさすがやなと思いましたね。それをもうあの物の見事に跳ねのけて成績を残してきているので、まだまだねいけるとは思いますけれども、1年目にして文化の違いもありますし、まあ、彼はそんなに気にしないようなタイプかなとも思ってましたけど、みんなあのオリックスの選手も思ってますけど、それでもねやっぱり彼は彼なりのスタイルで映像に映ってる時も楽しそうにやってますし、あんなにガッツポーズしてなかったのになって思う時があるんですあいつ本当に、まあオリックスではクールでこう絶対成績残してくるよって、俺は打つよ、帰ってきてもこうハイタッチしてもクールでこう、でもベンチではそんな感じじゃないですよ、あいつ面白いやつなので。それでももうメジャーで打った時とかはすごい派手にやってるので、まあ文化の違いもありますけれども非常に楽しそうにやってるなという印象はありますし、さすがやなと思いますね。こう WBC 終了して、まあ、シーズン開幕当初はなかなかこう成績調子が上がらずっていうところもありました、うん、はい、あたりはどういうふうにご覧になってらっしゃいましたか。まあね、成績がそれこそメンタルのところもあると思いますし、 WBC っていうので一回持ち上げていったところを次、ね、入っていくってやはりこれ難しいところであって、まあ、それでもアメリカでやるっていうことに関してみれば非常にモチベーション上がってたと思いますけど、なんとか結果残さないと、もともとロースタートなんですよ、スタートは遅いです。それがあえて WBC に上げてきたっていうのはすごいことやなと思いますし、あの時の活躍もすごかったので、ああそのまま行くかなと思ったんですけれども、まあシーズン自分よく一緒に見てても初めは1ヶ月眠ってる状態が多いです。そっからバーンと上がってくるっていうのが彼のスタイルだったんで、そこはねまあまあまあしょうがないことはないですけれども、その選手によってね違いはあるけど、やはりこの文化の違いや球の違いがあってしんどいのかな、モーションの違いもありますし、そこはそこまで心配はしてなかったですけれども、まあ徐々にやっぱりねアジャストしていった時の彼の対応力っていうのは、まあ、ちょっと違うなと思いましたよね。なんかこう5月にかけてやっぱりそれこそ調子上げていく中で、なんかどういった部分がこう良くなったなとかっていうところって見て取れたりしました？そこまで自分も詳しくはなかなかこっちが忙しくて見れなかったんですけど、グリップの位置かなんかを変えたかっていうのが少し報道で出てたのかな、こういうところ。そういうのは彼はあの留まろうとしないので、本当にいろんなことをこう試してダメならダメ、シーズン中も自分と去年も行く1年前かなにあったんですけれども、お兄さんこっちはどうですか、今こういう風な打ち方ありますけどどうですかっていうので、いや一回試してみてもいいと思うよって話で、やっぱ試してやって自分はダメだと思うんですけどどっちがいいですかねって言ったら、それはもうお前の思う通りにやればいいし、とどまることあいつは全然怖がらないので、それでダメやったらその何日後かに、やっぱダメでしたっていうような答えも返ってくるような人間なので、その調整っていうのは非常に長けてますよね彼は。やっぱりいい選手はそういうところで自分が違うなと思ったところを修正できる能力があるし早いし、だからシーズンで安定した成績結果最後出てくるなっていうのもあるので、まあそこのねコンディショニングの面じゃないので、足が痛いとか体が動かないじゃなかったので、そこはちゃんと調整してきたなと思って、さすがやなと思ってましたよね。まあ、今年ちょっと夏場以降最後はちょっとスタメンから外れちゃったりとかっていうケースがありましたけど、はい、そのあたりも含めて、まあ、来年成績予想といいますか、どれぐらいの成績残してくれるんじゃなかろうかみたいな。そうですね、まあ、3割近くはね彼はバットコントロールが非常にいいので自分の中でも分かってると思います。3割はなんとか打ちたいって、あとはあの球場で今年やってまたホームラン20発打てればもう最高なシーズンになるんじゃないですかね。3割20本っていうのが、まあ、自分が言ってもねハーパーから言わしたらそんな簡単じゃないですよって言うと思うんですけれども、まあ、彼ならやってくれると、まあ、オリックスのね選手みんな多分それは信じてると思うので頑張って、この間も帰ってきた時に球場ね顔出してくれて
挨拶してくれた時も非常に楽しそうにいい顔してたので、あ、本当にね、向こう行ってよかったなと。それは抜けられるのは大変だったんですけど、あの今年の1年がどうなることかと思って始まったんですけれども、まあ、彼の人生本当にそれでよかったんじゃないかなと思いますし、非常にいい顔してましたけどね。じゃあちょっと最後に、まあ、あの打者ではないんですが、山本投手も来年、まあ、メジャー挑戦に向けてっていうところになりますが、はい、その山本投手についてもちょっとお伺いできればなと思いまして。吉野ですね、はい、なんかちなみにどういったキャラクターみたいなところとかってあったり。吉はまあめちゃくちゃいいやつです何なんだろうなあいつ。本当にね、自分ら年離れてるコーチに対しての受け答えとかももう完璧な返しをしてくるので、なんていうのかな、喋ってても非常に面白いですし、気も使ってくれますし、だからって言ってもこう突っ込んでもきますし、めちゃくちゃいい子です本当に。野球に関して言えば準備の段階でものすごい準備をしますね。もう誰よりも自分の準備をやります。一回聞いた話、まあ、あんまりね、吉野の話言うとね、あれですけど、携帯電話が見る時間が長くなってきて、じゃあこれは本当に野球に役立つのかって言ったら、役立たないってなった時に携帯電話を一時ちょっとこう置いて、自分の欲を捨てながら野球に進もうとか、そんなのも聞いたこともあるんですよね。食べるものもこだわってますし、本当に野球にどうやったらいいボールが投げれるのか、パフォーマンスできるのかっていうことを追求して毎日こう行動してるようなのが自分が見てても分かるような感じですね。じゃあそういった意味で言うと、メジャーリーグでもまたこうさらにレベルアップ目指して頑張ってくれるんじゃないかなっていうところですかね、うん、そうですね、もう期待しかないです彼には。はい、もういろいろ報道出てるじゃないですか、背が小さいと活躍できないとか。絶対ね、あいつにはそんなことないと思うので、もう抜群の成績残してその予想を覆してほしいですけどね。なんかこうどれぐらいの成績を期待するとか、なかなか難しい部分ではあると思うんですけど、難しいなまあ新人王か、それぐらいは軽く取ってくれるんじゃないかなと思ってますし、オリックスでもね、そこまでの成績は絶対残してたので、もう抜群の成績で今年行った新人になるのかな、あいつが行ってもその成績は確実に取ってくれると思います。オリックスから毎年すごい選手がこうめちゃくちゃ調整してっていうのが続いてますけどなんともね、本気では喜べないっていうのはあるんですけど、彼らの人生なんでね、思いっきり頑張ってほしいです。うちは残ってるね、選手は選手でまた頑張って絶対くれると思うので、来年は来年またその吉野君の穴を埋める選手が絶対出てくると思うので、そこはね、思い切っていってほしいですし、あとはこっちがやるだけなんで、みんなで。じゃあちょっとまたぜひ来年も優勝してまたはい、シーズンオフにインタビューさせていただきます。わかりました。すみません、お時間いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。